春秋戦国時代には諸侯や王は互いに覇を争い、それに勝ち抜くために富国強兵策を取り、そのための新しい政治理念を求めていました。このような時代状況の中で、春秋末に最初に現れた思想家が魯の国の孔子です。彼を祖とする学派は儒家といい、戦国時代には各地に多くの継承者が生まれました。しかし彼の思想は戦国の各国の王に受け入れられなかっただけではなく、他の思想家によっても手厳しく批判されます。牧歌のその牧師は、孔子の説く仁は差別的な愛だと批判し、道家のその老子も孔子の説を否定して無為自然を説きました。一方、儒家の荀子の弟子の中などから、法の力による政治を説く法家が現れ、この派の思想はやがて秦によって取り入れられて、強力な国家を樹立する基礎を築きます。このほか、名と実の合一を説く者、兵法戦略を説く者、外交策を説く者など、各種の思想家が現れました。これらを諸子百家と言います。